どうもカラタチの大山和也と和也和也おかえり和くん、まあ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 ね、おかえりというか、そんなこと言うと思ったかバカ野郎、死ねえこの野郎、エロゲネタライブのギャラよこせバカ、俺のギャラ3分の1しか入ってねえぞおめえの、おめえよそれも言ってたな、なんか2週前ぐらいに、クソゲリピー変更戦爆発野郎がよ、おいもう何どれから処理してったらいいんだよお前よ、ゲリピーから処理していけよ、何ゲリピーからだ、いい加減にしろよお前、お前そもそも3分の1って言ってるけど2分の1だからな、てめえはお前盛るなよすぐギャラの話、お前言えないけど P 入れてほしいけどマンとか言ってなかった、いや言ってねえだから だろ、じゃあ俺こう、あちょうど2分の1だから、だから2分のお前は盛り癖が毎回あるんだよお前、俺がいねえとすぐ盛るんだよおめえはよ、真実を報道してけよお前このラジオでは、あれカラタチ主催じゃねえのかよ、いやだからなんで俺だけギャラがお前の半分なんだ よいやだからもうこれはね今闇が深い問題にはなってんだよ、いや、いろんな人に聞いたけどネタの本数でギャラが変わるとか聞いたことないって、だからそれは知らねえ、だから俺はまず何も言ってないし、いや脇田さんは言ってた、大山が言ったとしか考えられない、ハゲふざけんじゃねえぞなあ、俺は知らねえよ、そんなことよ。大山が社員さんに、あいつネタ一本しかしてないから、前田のギャラ少なくしてください。そんなこと言ってね、俺は、だからそもそもあなたの前でもよく言って。どの社員さんだよ。で、知らねえよ。勝俊のことさん付けじゃなくて、勝俊って呼んでたあの社員さんか。いや、あの社員さん担当じゃねえんだよ、お前。ややこしいし、そもそも、俺は各所でも言ってました、あなたに対してね。こいつはネタ一本しかやってないのに、ギャラ折半で俺耐えられないですってトークをしてたぐらい。俺もいろんなところで言ってました、ネタ一本やるだけで結構な額が入ってきました。俺は言ってねえんだっつってんだよ、だからギャラに関しては入ってきてそんなことになってんのかっていうのが初めてこれ判明したんですよ、いやそもそもエロゲネタライブのギャラに関してはまだ闇の深い部分がありましてね、そもそもですよ、吉本のライブってまあ配信のギャラとまあその座席を埋めたギャラっていうのは配分っていうのがあるわけですよ、それに対してまあ正直我々芸人サイドっていうのはどのくらいの金額が入るかっていうのは知ってます裏で、でエロゲネタライブの収益を計算した結果このぐらいの金額が9人に分配されるっていうのをまあ頭の中で想定してたんです、で俺にある程度の金額が入ってでまあ相方にもじゃあ同じ金額入ってじゃあみんなにいくら入るのかなってなったタイミングであなたにちょっとポロッと言ったら、あなたがまず2分の1だったわけですよ、であれってなって仮にですよ俺がメインだから俺より高い人っていないはずなんですよ、まあね、で前田に入った金額と同じ金額が演者全員に同じ金額が分配されてた場合、割合に達してないんですよ、その俺たちが9人のもらえる金額に達してないわけよ、で俺は考えたんです、だからユニバースとかファイナリスト M13 回決勝行ってたりするから単価が高いと、そう単価が高いんじゃないかと、だからそれで他の演者に分配されてるんじゃないかってなって俺は慌てて川瀬名人の元に行きましたよ、そしたら前田と同じ金額しか入ってねえんだよ、じゃあ誰が金取ってんだよだからやべえっつってんだよ、だから今考えられる可能性としてはですよ、勝利だろ相手だろ、だから勝利とか田島賞芸人が入ってないとおかしいんですよ、ね、勝利のこと呼び捨てにしてた社員さんいるだろ、あの人がエロゲネタライブ終わりに吉本退社したんだよ、関係ねえよあれは多分勝利とできてんだよ、勝利とできてんだよ、もともと決まってた退社だよそれは、勝利とできてたから勝利のこと呼び捨てにしてもう結婚して辞めるんだよ多分、じゃ関係ねえよ、勝利の YouTube 見たか、何が、まあ、あいつ先月の給料36万って言ってたぞ、間違いなく俺たちのギャラが流れていってんだ、あれはエロゲネタライブのギャラ入ってた金額のはず、勝利返せ俺たちのギャラよ、いやだから吉本からギャラもらえるだけありがたく思え、あいつ黒船がよ、いやだから言わせていただきます、だからまだこのタイミングでは他事務所芸人にいくら入ってるかわからないから、吉本がやってるかわかりませんよ、ただ勝利岩永サイダーの金額確認して、9人の金額に達してなかった場合、これだいぶ俺たちやられてるってことになるわけよ。これは闇が深い問題ですよ。いや、なんで勝利がさ、黒船のくせにさ、ギャラもらってんだよ。いや、だからわかんねえ。もらってるかはわかんねえ。なんであいつらがさ、吉本の文明開化してんだよ。いや、だからそれはいいだろうよ。で、俺はだからスーパーバイザーの川瀬名人に相談をしたわけですよ。そしたら、まあそれはわからへんと、理由は。ただ、
もしお前が心配なんであれば、うん、もう次もエロゲネタライブやるんやったら、うん、もう同じようなことが起きると。確認をせんと。うんうん、だから、すべてを明らかにした方がええでと、うん、いうことで、ここで聞きますよ、うん、カチトシ岩永サイダーいくら入ってるか教えてくれ。それに応じて俺は動きます。だからもう勝利に YouTube 更新してもらうしかないよ。いやいや、給料明細出してもらうしか、そんな表でやんなくていいよ別に。裏で確認してその金額に到達してなければ、我々の担当マネージャーは星野マネージャーという方なんで、うん、その方を通して、どの方にいくら入ったかと、うん、もうあと割合も全部聞きますよ。だから聞きづらいからクラゲも同じマネージャーだから、クラゲ通して聞こうぜ。なんでね、なんでクラゲ通すんで直接聞けばいいだろお前。いやだから勝利が取ってる可能性全然ある。いやだからそう、だからそこら辺は分からない。芸歴的にも上だし。そうそう、だから勝利2位にがっつり入っててちゃんと金額が到達してれば俺は文句はないです、うん、もう正直あなたネタ1本しかやってなくてあの金額って相当高いからね。まあまあね、だからそれ納得してください。ただ別に私は何もしてませんと、うん、だから俺が気になってるのはその9人に対する金額に今のところイメージ到達してなさすぎるっていう、うん、俺もそんなにもらってませんからね、うん、その割合で言ったらよ。なんでお前吹きっぱ止めでずっと金の話してんだよ。おめえがかけてきたんだろなあ、まあ、でも俺の心配しろや。まずお前、まだ2週休んでんじゃんこっちはお前。なあ、下痢治った？下痢治ったじゃねえよ、まあ、食中毒でしたけども、うん、そんなことはいいんだよ、まあ、いやでも勝利氏のこともあんま悪く言えねえんだよお前。いや別に悪く言ってないし、金魚番長との会の後のあの勝利氏の X 見た？どうした？古市がシナリオ重視とか言うからさ、まただよ、エロゲ好きってやつ大体シナリオゲー派なんだよなって。勝利氏にそんな思いさせんなよ。いやだからあいつだけなんだよ、自分の汚い欲望さオブラートにも包まずさらけ出してるのはさ。いやだからそれもあいつオブラートじゃねえ、しこったティッシュに包んでさらけ出してんの。いやいやいや、いいんだそんなうまいこと言わなくて、うん、いやだからそもそもあの俺もねちょっと最近ちょっとリツイートさせてもらったんだけども、うん、そのエロゲを何目的でやってるかっていうアンケートみたいなのが、うん、その X にあったんですけど、うん、あのやっぱ大体の方がやっぱシナリオ重視でやられてる方が、それみんな隠してるからだ。隠してるわけじゃねえんだよ、うん、だから抜きゲーをやってるメインでやってる方って少ないんですよ実は、うん、エロゲーをやってる方で、勝利って実は少数派なんですよ抜きゲータイプっていう、うん、いやそれとあともう一件、金の話で言ったら我々動かなきゃいけないことあるでしょうが。そもそもエロゲ好きなやつ大体いやいや話を聞けよ話を聞けよお前は一発目からちょっと言いたいことがあるんだよ。何ですか？エロゲ好きってやつ大体シナリオゲー派ってさ、ジブラみたいに言ってんだろ。いや言ってはねえよ、ジブラ。悪そうなやつは大体友達みたいなさ。まあお前らにとってはエロゲネタライブまでの日々はグレートフルデイズだっただろうけどな。お後がヒューイゴー。いやいやいいってお前、イグジット大好きだな、うん、おめえはよ。数年後勝利に公開処刑されろ。いやいやいや、されねえよ別によ、うん、いやだからもう一件あるでしょうよ、うん、それで言ったら怪しい部分がよ。我々ね、4月からこのラジオメンバーシップ始まりまして、で、まあ、メンバーシップが500人集まりまして、はい、我々のラジオのギャラも4月以降、上がるのではないかという話になってまして、我々も楽しみにしておりましたけども、どうなってましたかね。N93 の時代と全く1円も変わってません。これは本当に闇が深いんじゃないかということにはなってます、うんうんはい、本当にずっと金の話してんの。いやもう金の話というか、かぶったんでね、うん、まあだからこれはちょっと分かりません。まあ TBS でね始まって、うん、まあ TBS でまあお金が出せないから、まあメンバーシップで運営費として、うん、まあやってるんでね、うん、まあ別にまあそれは仕方ない部分はありますけども、そんなに一緒なことがあるのかということにはね、もう未だに俺年収1000万いじられますからね、あのネットニュースというか、あのお客さんが書き込んだことに関して。で、入ってませんからねってことですよ。まあだからラジオのギャラもそうだけど、そのエロゲネタライブのさ、そのネタの本数によってギャラが変わるってやつ。いやいや、だから言ってないのよ、うん、そんなことは、まず。でもそれ言ったらさ、お前渋国で一言も話してない時とかあるじゃん。そしたら俺の方が全然ギャラ上じゃないとおかしいから。この間一言も喋ってなかったろうがよ、それ言い出したらよ、お前よ。喋らなかったんじゃなくて、当てられなかったんだよ、俺はよ。それ言ったら俺もそうだよ。俺ずっと手挙げてたんだよ。挙げてねえだろ、お前よ。だってこいつの俺ずっと搾取されてんだからな、お金をさ。こいつ？いや、お前だよ、お前。俺にこの間もさ、あの、武蔵野芸術劇場ってところでライブあっただろ。はい。で、お客さんとさ、芸人の入り口が一緒だからさ、入るときに差し入れもらったのよ。うん。天岐阜。
天城風で、お前俺すぐに渡したじゃん、俺お前にその天城風お前の分って、そのお客様からいただいたものを、うん、大山手のもあったよみたいな、ね、そしたらさ数時間後さ、その天城風くれた方がさ X でさ、うん、前田さんがちゃんと大山さんに渡したか不安になってきたってつぶやいててさ、なんで俺が泥棒扱いされてんだよと思って、それはお前が過去にギフトカードパクってっからだよ、だからそれによって俺の信用なくなっちゃってんだよ、それはそうだろ、あんま表でパクってんだからよ、お前、お前メンバーシップ動画とかでもちょいちょい差し入れをもう俺の分までもらったりしてんだからな、それしてさ、この番組でも何回か読まれてるさ雑な女っているだろ、はい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 、はい、その俺に前田にその満品の G スポットが分かるわけがない、未だに引きずってんのかお前、雑な女さんとの絡みでな、お前ずっとあのお前とその雑な女さんをそのセックスの話で揉めてんだよ、うんうんうん、でこの間さその雑な女からさスタッフさん経由でさ差し入れもらったのよ、うん、はい、でなんだこの雑な女さんざん喧嘩ふっかけてくるけど可愛いとこあるんだなと思って、まあ確かにね、で小さいカードを入れるなんか封筒みたいなのに入ってたから、あこれはもう完全に天城ふかクオカードだなと思って、うん、ウキウキして開けたら何入ってたと思うの、何ですかね、テレフォンカードだよ、まあ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 今時はあまり使わない、これでママに電話してねってメッセージ付きでよ、いや、まあ、今2024年だぞあいつ、まあ、ほぼほぼないからね、テレ出てこいよお前、イベント来んのか、まあ、なんかイベント来るんだったらステージに上げて G スポット刺激してやるよ、だからやめろお前、ま、挑発ばっかりしてきやがって、また前田さんに G スポットの場所は分からねえって言われるだけだよお前、で小麦は小麦でよ、7月21日でイベントが近づいてきて焦ってきてさ、ほんと平愛理には似てません、イベントで他のお客さんにがっかりされるの嫌なんで加工薄めの動画送りますって TikTok の動画送ってきやがってよ、はい、加工薄くしたら全然平愛理に似てねえじゃねえかよてか TikTok 始めたんすか、知らねえ、 TikTok の動画が送られてきたんだよ、ああ、まあ、美人さんっちゃ美人さんなのよ、美人さんなんだけど平愛理じゃねえのよ、あのモガミモガとかに似てんのよ、まあ、なんて言ったらいいんだよ、まあ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 、でもお綺麗な感じではあるんじゃないですか、で最初動画再生した時さ DM の、はい、小麦がさその画面を手で隠しててさ、はい、手を外したら小麦が現れるみたいな感じだったんだけどさ、最初それが手って分からなくてさ、うん、あの画面近づきすぎててその手が手って分かんなかったのよ、うん、だからピンク色の人肌になんかその割れ目があったからさ、とうとうこいつやったわと思ってさ、うん、いやいやだとしたら TikTok に投稿できるわけないだろとうとうこいつクックパー動画送ってきたわと思って、もうお前専用に撮ってるよだとしたらよ、わいせつ動画を送ってきたわと思ってさ、俺すぐ吉田さんに報告しなきゃと思ってさ、まあまあ、いやいやなんでだよ、小麦の当選取り消してくださいってさ、出禁にしてくださいあいつみたいな、クパー動画送ってきましたみたいな、いやいやいや、クパー動画なんて言うんじゃないよお前、ただでさあいつ今その中野くんのさ、うん、ツイッターにその俺の水着姿の写真投稿されてるからさ、うん、浴場しておかしくなってんだから、いやまあ小麦でも元からおかしいけどなあいつ、世界であいつだけだぞ体立ち前でおかずにしてんのはよいやいやいや、そのおかずにあなたされるっていうのは気分はどういう感じなんですか、グラビアアイドルと同じ心情に今慣れてるんじゃないですか、ああだからちょっと嬉しい嬉しいんかよお前、こんな風にみんな使ってるんだろうなと思ってさああなるほどね、そう使われる側はこんな気持ちなんだろうなって思って、まあ、一応嬉しくはあるんだ、グラビアアイドルの方もじゃあ一応嬉しいって気持ちでやってくれてるってことなんですね、でそれこそあの一昨日にですね、あの、はい、無限大であのチャンス大城さんに会いまして、また会ったの、うん、俺会ってないな、で、あの、毎回会うたびにね、からたちやないかっていう。まあ、おなじみの、ね。おなじみのチャンスさんなんですけど、うん、で、今回はさ、前からさ、チャンスさん歩いてきたからさ、挨拶したのよ。うん、はい。おはようございます、みたいな。したら今回全然びっくりしないでさ、うん、チャンスさんものすごい穏やかな笑顔でさ、はい、おあんちゃん元気か、またご飯行こうなみたいな感じで行ってきて。え？で、俺、一回もチャンスさんとご飯行ったことないね。いや行ったことないよな。うん、多分、聞いたことないしな、うん。で、誰かと間違えてんのかなと思って、うん、したらチャンスさんさ、あの、数秒間ものすごい笑顔で俺を見てたんだけど、うん、次の瞬間に急に真顔になってさ、腹立ちじゃないか、いやいや、嘘だろと思ってさ。誰と喋ってるつもりだったさ、本当に誰かと間違えてたの。なんか、飯行ったことのある誰かと勘違いしてたんだろうね。だからさ、お前もさ、昔さ、あの、チャンスさんにあの、ロングコートダディの堂前さんと勘違いされてさ、堂前さんとか、あの、スーツ着てて吉本の社員さんとかね。そうそう、しばらく話して、お前誰やみたいな感じになってたじゃん。いや、チャンスさん多分マジでノリで喋ってんだよね。いや、だからチャンスさんってさ、ずっと地下にいた人じゃん。ああ、で、最近その完全に日が当たる地上に出てきたわけじゃん。まあね。ああ、だからまだ目がチカチカしてんだと思うよ。いや、結構日の光浴びて時間経ってるけどな。だから地下にいる俺たちを見てたら多分ピントが合ってないのよ。ああ。大体の感じでしてて。まあまあ、適当に喋ってんのかもしれないね。そしてですね、昨日はですね、はい、ゆいちゃんとのミーグリもありました。ああはいはい、ミーグリで8月11日のね、あのリアルミーグリに行かないことを勇気を振り絞って言いまして、
で、ゆいちゃんがね、悲しむんじゃないかなと思って、ずっと言い出せずにいたのよ。はい。したらね、残念です。お会いしたかったです。みたいなこと言ってくれて。うん、で、僕もね、仕事キャンセルできないか交渉したんですけど、ダメでしたって言ったら、ゆいちゃんに、当たり前じゃないですか、みたいな、ね。仕事頑張ってくださいって言われて。うん、で、それを、その会話の流れを X に投稿したわけ。はい。したらね、ゆいちゃんに担い入れられました、みたいなことしたら。うん。したら、太郎がね、大人の階段また一つ登ったなって舐めたリップ送ってきやがって。まあ舐めたリップというか。てめえも早く大人の階段登れよって。58歳だろって。いやもう58だからもう登ってなきゃおかしいだろ。お前大人の階段よりも先に天国への階段登ってんじゃねえかと。やめろよお前。あいつもうすぐ死ぬぞ。いやいや。もうここまで名前出したら俺たちもう葬式も行かなきゃいけないぐらいの関係性だからな、もう俺たちは。いや、葬式今日俺太郎の葬式。もう亡くなった時はね。あいつから金も借りる予定なんだからさ。いやいや、もう太郎ね。まあちょっと俺にも心配してくれてね、お山さん金に困ったらいつでも言ってくれ、貸すからよ。俺にも来たよ、金に困ったらいつでも言ってくれって。いやもう体調不良で休んでる時に俺もグッと来たよね、ちょっとね。あお前体調不良中に来てんの太郎から。体調不良で、いやだから俺休んでて仕事もね飛んでるから稼げてないだろみたいな感じでね来ましたよ太郎からね。で一個お知らせいいですかね、はい、実はですね、エロゲネタライブが緊急開催が決まったんですね。オーディションみたいな感じでしょ。そうですね。いや、本当に、もう、正直言うと、うん、もう、1年以上やるつもりなかったんですよ。まあ、1年以上経ってから、しばらくしてから、まあ、若手ライブとかをやろうとしてたんですけど。そういうのはね、やっぱ期間もね、貯めた方がいいし。そう、貯めた方がいいからね。まあ、やるつもりはなかったんですけど。選手も貯めた方がいいしな、エロゲネタライブやるには。いやいや、別に貯めなくても大丈夫です。シナリオゲーでやるんでね。はい、だから、幕張でね、よくライブをやられてる作家さんの方からの提案というか、はいはい、ね、この間会った時に幕張でカラタチ主催でライブをやりたいんだけど、うん、なんかやりたいことないかって言われて、うん、急に幕張で主催をやらせていただけるのか、うん、ってなって、まあ、いくつか提案したんですよ。じゃあこういうライブどうだ、ああいうライブどうだっつって、うん、でまあ一個例でね言うとね、まあ、エロゲネタライブっていうのやったからそれの相方バージョンで、うん、まあ、アイドルオタクネタライブとかどうですかみたいな感じで提案したら、まあ、なかなかいい反応をいただけずに、うん、でまあまあ俺もね、もういくつか出してなかなかいい反応いただけなかったから、まあ一個だから唯一温めてる企画がそう若手オーディションネタライブだったんです。それをポロッと、まあ一応こういうのもあるんですけど、あんま幕張向きじゃないかなみたいなのは思うんですけどって言ったら、もうすぐにやりましょうと。すぐにやりましょうと言っていただきまして、それでもう3ヶ月ぐらい開けてのすぐの開催。幕張でできるんだね、エロゲネタライブって。いや、だから18禁ライブです。あ、18歳以上入れない。入れないって、じゃあお客さんもかなり入り悪くなるんじゃないの？うん、可能性はあります。いや、俺もびっくりして、なんか見たら18歳未満は、ね。だって幕張ってほぼほぼファミリー層だよ。いや、だから18歳未満の入場不可って、ついに18禁のライブとなって。しまってね、だから一応だから、まあなかなか側というか決まってないんですけど、うん、まあ若手芸人のエロゲネタやってくれる芸人を呼んで、一応現状4組パッと思いついた芸人いたんで、うん、もうオファーかけたんですけど、もうすでに1組には断られてます。あ、はい、やっぱもうね、これ難しいんだけど、うん、ある程度やっぱ芸歴重ねて、うん、多分キャラクターもついたりすると、うん、やっぱエロゲのキャラをつけたくないのかもしれんというか、うん、それしギャラお前が全部持っていくしな。いや俺は持ってってねえよお前よ、勝つとしか。まあまあまあ、でもまあちょっと一応スケジュールの都合っていうのもね、あって、で3組は今現状オファー中ということで、まだちょっとわからないっていう感じで、もうこのままだと組数も足りないということなので、うん、ちょっとまあね、エロゲネタライブのメインメンバーはちょっと招集をしようかなと、そこも今現在ちょっとオファー中ではあるんですけども、うん、して、若手ネタのオーディションをメインでやりつつ、うん、エロゲネタライブの一部のネタをリバイバル上映しようかなということで、うん、ブラッシュアップネタをやりたいと思ってます。で、もうここで言わないともうちょっと間に合わないということなんで、ちょっと募集をかけたいんですが、うんうん、エロゲネタライブに出たい若手芸人の方、うん、私に DM の方よろしくお願いしますということで募集を。ピンでも大丈夫なの？まあ、ピンでも全然、その、いける、まあ、エロゲが好きな方で、いらっしゃったら、ちょっと DM いただければなということで、はい、幕張の方は、だいぶ他事務所の方も行けると。条件がちょっと
違うということで。あ、なるほどね。あの、多少いけるということで。現代とは違うと。まあ違うということで、うん、吉本の芸人、他事務所の芸人、事務所問わず、うん、募集をかけれるということなので、いらっしゃる場合はちょっとぜひと。なるほど。このままだと本当にエロゲネタライブのメンバー招集して全部のネタリバイバルでやるしかなくなるというか、うん、若手ネタライブって言ってるのに若手のちょっと招集が。それを勝ち上がったら本編に出れるみたいなことなの？一応そういうことにしようかなと思ってるんですけど、うん、その、勝敗の決め方とかはまだちょっと詰めれてないので、お前が立つか立たないかでいいんじゃない？いや、めっちゃエロいネタやれって言ってるわけじゃねえんだよ、まあ、こっちはよ。で、っていうので、まあ、一応、一部のエロゲネタライブのブラッシュアップネタと、若手のネタでちょっとお送りしようかなということで、ね、はい、まあ、詳しい詳細決まり次第、次週以降発表していこうかなと思いますが、はい、8月2日、幕張イオンモール劇場にて19時からということで。はい、もう決まってるんですよ。もう告知もされてる。告知もされてますということで。気づいたと思うけど、俺一切リツイートもそのことについてもつぶやいてないんだよ。なんでですかそれは。シャドーバンされるからで。されねえよ。前回エロゲネタライブのずっといいね押して回ってたらシャドーバンされたんだから。俺は無傷だったけどな。勝つとして俺がなんかシャドーバンされたんだよ。不健康運動もさ。いや、エロゲ愛があったらそんなのはね、なんてことないんですよ。はっきり言って大丈夫ですから、はい、ガンガン告知していただいてね、はい。まあね、どうなるか分かりませんので、ぜひよろしくお願いします、はい。ということで、それでは参りましょう。からたちの最果ての先生。言えよ、お前。はい。ということでね、俺が休んでる間にそのバンブーさんの CM もなくなりましてね、寂しくなりましたね。なんかお前のそのバンブーさんの CM でお前の声を聞いてなんか懐かしんでる人結構いたよ。久しぶりに大山さんの声聞いたみたいな。まあまあね、もう死んだみたいになってた。まあもう死んでましたからね、現にね。だからこれ本当に知ってる。休んでる間にさ、2、3キロ減ったんだろ、体重は。もう体重、そうですよ、3キロ落ちて。そんな精子溜まってたんだと思って。いや、精子の量じゃねえよ、エロゲやりまくったんだろ。だとしたら溜まってるの一方だろ、体調崩してんだからよ。そんなしこる元気もなかったわ、お前よ。でもなんか3キロ落ちて、もう 2キロは戻らないままですよ。まあ食欲全く湧かなくてね。今復帰はしてるんですけどね、うん、俺もう全然1日今1食とかなんですよ。あ、さっきもレッドブル飲んでたもんな。もうね、死ぬ可能性ありますね、うん、このままだと。皆さん今までありがとうございました。ちょっとこれが最後の収録になる可能性もね、うん、あるということで。ありますよね。前田さん、はい、お世話になりまして、遺産、うん、と遺産とかどうなってんの。いや、それは家族に行くじゃないですか。ねえよ、遺産なんかそもそも。俺も家族だろ。俺も家族だろじゃねえよ、お前。いや、だからこれも一個言わせていただきたいんですけど、もう本当にカロリーの高い収録をポン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 入れないでいただきたいというか、バンブーさんの収録あって、まあ言ったらゲストの回って、俺の感覚で言うと、通常の2倍のカロリーをやっぱ使うんですよ。で、その次の週も金魚番長の収録。ほぼほぼ金魚番長でやられてんだろ、お前。いや、そう。で、金魚番長の収録も通常の収録よりも2倍ぐらいのサイズ感で撮ったじゃないですか。プラス金魚番長の方でも。そう、それもあってで、うん、あのメンバーシップっていうね、まあ俺の感覚で言うと通常のラジオ収録の3倍のカロリー使ったの。だ当然喉もやられてね、うん、このタイミングで食中毒食らって死にかけたんだ俺ら2週間よ。ずっと調子悪かったよ本当に。そのくせ録画したうるせえ奴らとか見てたんだろ。いやもう電話にも出ずにさ、脇田さんからの。脇田兄さんはピピパピでもね、うん、散々俺のこと言ってたけど、うん、マジ俺言いたいことあります、うん、あのハゲには本当によ。まあまあまあそれは後日言いますよ、ということでふつおた紹介します。ラジオネーム足長おじさんさんからですね、前田さん大山さんこんにちは。大山さん復活おめでとうございます。獅子頭脇田さんの回、やさしーずたいさんの回、うん、どちらとも非常に聞きやすく朗らかで面白かったです。大山さんの思い込み、曲解、的外れなツッコミで遮られることなく前田さんも話しやすそうにしていましたね、はい、ただ聞きながら私は感じてしまったのです。違う、これじゃない、私が聞きたいのはこんな和やかで上手な地上ラジオじゃない。毒だ、毒をくれ、ノイズをくれ、大山の思い込み、曲解、的外れなツッコミをくれ。綺麗すぎる川には魚が住めないのと同じように、綺麗な最果てには我々リトペニリトバには住めないのです。大山お帰り、待ってたよ。ぶっ殺すぞ、こいつ、ふざけやがってよ、お前よ。何が的外れだよ、曲解で。いい加減にしろ。生徒はツッコミでやってんだ、こっちはよ。
昨日も僕ね、昨日っていうか、ここ最近、二人ぐらい作家さんに話しかけられまして、タイさんの回、脇田さんの回聞きましたみたいな。めちゃくちゃ聞きやすかったです、みたいな。お、誰だ、その作家や名前言えよ、うん、昨日言ってくださったのは、稲葉さんです。あの金髪の若造かふざけやがって、今すぐ殴り込み行くから、待っとけや稲葉中野と前田のライブの作家のやつだな俺を切れさすには十分な相手だぜ。タイさんとの回聞きました。今までの回とは思えないほどめちゃくちゃ聞きやすかった。てめえの金髪全部抜いてやるやふざけんな、あの野郎おとなしそうな顔しやがって、裏ではそんなこと言ってんのか別の作家さんから、ほんと地上のラジオみたいでしたって言われました。いやいやいや。どこが地上のラジオだ、お前。俺はお前を地下に置いて地上に脱出するからさ。お前が出れるわけねえだろ。俺では出れるとしたらよ、お前よ。いや、だからその件に関してもね、だからまあまあ、脇田さんがね、いろいろね、まあ、出ていただいたのでね、そのゲストの皆さんに感謝はしてますよ。前提としまして。感謝はしてるんですけど、まあ、ラジオとか、まあ、SNS でね、脇田さんがね、まあ、俺のこと結構、まあ、言うというか、まあ、いじりで言っていただいたじゃないですか。ですか、はい、だからそのアンチシティの住人がね、ちょっとここぞとばかりに、アンチシティってところなんだ。あります。アンチシティの住人が動き出しまして、まあ自分のセンスでやっぱディスれないんです、そういう奴らって。だからもう脇田さんの言葉を借りて、オウムのように繰り返し言って、俺をディスってくるバカな奴らがね、現れたんですよ。まあなんか便乗の辻切れアンチみたいな野郎が現れたんで、脇田さんのおかげで3人ブロックできましたよ。ありがとうございます、脇田さん。あんたのおかげでよ、ブロックできたからよ、いや、俺、お前が休んでる間にさ、次の日お前がどうなるか分かんないみたいな。で、そのマネージャーさんと二人でいるときに、明日大山どうなるんですかねみたいな感じで、連絡つかないんですよね、死んでるんじゃないですかねつって、ツイッターエゴさしたら、大山さんにブロックされたってやつが出てきてた。あ、こいつ生きてんなって。お前がブロックしたことによって、お前の生存確認できたんで。当たりめえよ、お前よ。そんな人が病気で苦しんでるときに平気で人の悪口をかける。人間のクズにはお仕置きが必要なんだよ、お前よ。ふざけやがってよ。合計何人になったの、ブロックしたやつ。この間70人つってたから。いや、数えてないけど、まあ、そんな言ってないじゃないですか。まあ、100手前じゃないですか。だいぶ増えてんじゃねえか。30人増えてんじゃねえか。ふざけんなよ。半年ぐらいの間に。ふざけやがってよ。そして、やっぱま、2週休んだじゃないですか、私が。はい、ここぞとばかりにですね、クソ女のアンチがついにまた復活して、俺への誹謗中傷を始めましてね。クソアンチの女がいるのか。いや、だからこのラジオでも言わせていただきましたけども、まあ、俺以外のね、まあ、好きな芸人のライブの感想を言うだけでいいんですのに、はい、まあ、わざわざ金払って、俺の悪口を常に書いてる方がいらっしゃって、まあ、それに関して私は言ったらようやく黙ったんですけど、俺が休んでるタイミングで、またちょっと復活して、また悪口を再開し始めましてね、まあ、いろいろ書かれてたんですね。まあ、大山はもっとボコられた方がいいとか、まあ、その他にも大山がずっと病欠続けばいいのにとか、病人の人に対して、果たして言っていいのかという誹謗中傷を数々もう書かれてまして、まあね、それも前田と、まあ、俺以外の組み合わせが聞きたいなど、ずっとほざいてるやつが言いましたけど、そんなに聞きてんだったら、てめえが金払ってスポンサーになって、前田と別のやつのラジオ始めりゃいいだろって話だよ、お前よ。ただ聞きしといて文句ばっか言ってんじゃねえって話だよ、お前、ふざけやがってよ。じゃあ俺そいつとスタンド FM も始めようかな。なんでそいつと始めるんだよ、お前。そう、ゲストとかね、だから前田と俺以外のやつが常に聞いていたいですって、人が病気で苦しんでる時に平気で書くようなやつがいるんですよ。で、信じられないですね。それはずっと書いてます、その方はね。ということで。石仮面とかはどうだったの？石仮面ですか？ お前が休んでる間。ああ、だからそれに関してもね、言わせていただきますと、まだあなたも一回言ったじゃないですか。まあ、俺が一週目休んだタイミングで、石仮面も体調不良で。バンブーさんも体調不良になって。で、ちょっとシンクロしてるじゃねえか。呪いのエルゲかなんか回ってきてんじゃないかみたいな。っていう感じになってたじゃないですか。で、次の週も、ちょっと私が、倒れたじゃないですか。で、6月30日のその森の宮の公演、大阪のね、公演全部お休みさせていただいて、で、次の日の公演も、東京であったライブもお休みさせていただいたんですけども、その森の宮の公演の次の日に、石仮面からその DM が来たんですね。それがね、なんて書いてあったかな、確かね、石仮面が DM で、
大阪公演ライブお疲れ様です。軍資金がなく大阪行けませんでした。今期の夏アニメについて何を見てますかって、俺が森の宮の公演出たと思った状態で DM 送ってきてるのよ。いやあいつに届く情報は遅いんだって。あいつ信じられないというか、あいつのスマホ 2G とかだから。いや低すぎだろ。 5G の時代だと今。いやだからあいつ、俺が森の宮の公演出たと思って DM 平気で送ってきてんだよ。あいつ自分が体調不良の時はさ、やっぱその情報収集して大山も体調不良なんだと思ってたけど、自分が元気になったら俺が体調不良なの一切把握してねえのよ。いやだから石仮面からしたら自分が健康だったらみんな健康っていう考え方なの。そんなアホみてえな考え方だったら仕方ねえよ。自分が悲しい時はあいつは世界はみんな悲しいと思ってんだよ。ふざけんなよとして、あいつはもう友達でもなんでもねえよマジでよ。でも絶交すんの石仮面と。当たり前だろお前よ。俺だって寝込んでる時にその DM 来たんだぞ。信じられなかったよ。でも森の宮の公演お疲れ様でしたじゃねえよっつって、めちゃくちゃね、まあ、体中の血で亡くなりましたって、そのお知らせめっちゃ出てるわけ、なんでそれあいつ見れてねえんだよ。多分さ、お前が思ってるよりもさ、石亀ってめっちゃ性格悪くてさ、嫌味で送ってきてる可能性ない。いや信じられないよな。だとしたらもうあいつとはもう一生関わりませんよ。だとしたらよ。でも俺森の宮でさ、結構公園内その見繰りするためにいろいろ歩き回ってたのよ、はい、結構本当合計したら10人ぐらい声かけられて、でその、寄せに行くみたいな、で、知ってる人は知ってんだよ、あ、今日亡くなったんですよねみたいな、はい、でも本当ね5人ぐらいは知らなかったからね。あ、今から寄席見に行きますって、あ、僕ら出ないんですよって、出なくなったんです、え、なんでですかみたいな、あ、相方体調不良で、だから多分見てない人は多分見てない。いや違う違う、だそれは多分俺らをメインで見に来てる方じゃないのよ。多分カラタチもいるって言って別の方をメインで見に来てる方なの。いやでも一人の方はびっくりしてたからね、その、いやだからちょっと石亀とまた毛色が違えだろ。あいつあんだけ俺のことバンバンつぶやいといて把握してねえのおかしいだろっちゅう話してんだ俺はよ。でその方々にもちょっと大山が体調不良でって言って、でも事務所的には体調不良って発表してるんですけど、実は海賊版のエロゲ輸入してそれが見つかっちゃって捕まっちゃったんですっていうこと言ったのよ。したらね3人中2人ぐらいは本当ですか、いや信じてたよ。信じてんじゃねえよお前よ。あのお前ちゃんとボケですって言ったかそれは。いやそれは言ってないけど。やんでだよ。でも言えよそれは。俺はちゃんとネタでも言ったのよ。俺がピンネタというか、はい、豪快キャプテンとバッテリーズのツッコミの方と3人で漫才やるっていうのをやったんだけど、はい、ああ俺が救援したからね。 その時も言ったんだけど、はい、その時はちゃんと笑いになってたから、多分ちゃんと分かってる人は分かってると思う。嘘だってボケだっていうのは。いやだけどそのなんていうの、そのライブ来てる人なのかな、そのペッペアっていうね。あでもなんかその、そのペッペアも行きますとか言ってたから。なるほど、それ来てる方だったらまあ、ね、はい、ボケだとは思いますけど、ね、伝わると思いますけどね、はい、まあよかったです、はい。普通にオタクなメール普通オタお待ちしてます。ファシーさんの応募フォームからお願いいたします。どっかで連れて行かれてますけど。そうね、今タクシーの中で移動中ですね、はい、吉田さん以外ね。吉田さんは電車で行きたいって。毎回そうなんだけど、なんでいねえの吉田さんだけ。お前がくせえからね。いや違う、なんでおめえがくせえって。なんでその勝利氏みたいな言い方してっけどよ。車内に5人いてさ、運転手さんとオタク3人とデブ1人で。オタク3人ってことは千葉さんもオタクの中に入ってるの、ね、VTuber のオタクだろ。ああ、まあ VTuber オタクね。やっぱ一緒に乗りたくないってさ、いやわざわざ電車で行くっていうね、そのタクシー使わない、別のタクシーで行けばいいのに。まあだからそれは経費の問題とかもあるんじゃないですか。金がねえんだって吉田さん。いや違うだからこの間カレー屋に行った時もそうだったの。いや TBS 俺たちが残したカレー必死に食ってたの。いやだからそれもったいないからとかもあるじゃないですか。だから別に TBS からだって経費でいけるでしょ、自腹じゃないでしょ吉田さんだって。いやでもね、ほんと久々の復帰一発目のラジオで、このような車中トークみたいな感じでね、ちょっとイレギュラーですよ本当にね。マジでどこ行くかも知らねえしな。まあ最悪閉じ込められてさ、お前が検証生活やってさ、俺が東大合格とか目指さないといけなくなるかもしれない。だからさ、あの時のナスビとか、うん、坂本ちゃんの時代のやつな、うん、いやね、なんでいやだとしても絶対俺らじゃないのよその枠。なんで俺らがそれやるんだよ。ひ弱なガリガリのオタクがやる企画じゃねえから、ああいうの体崩しやすいやつがやる企画じゃねえから、ああいうの。いやでもね、本当にその大阪行けなくてさ、まあ俺はだからその大阪のエロゲショップ行くのとかも楽しみにしてたわけよ、で、まあいろいろ構想もあってさ、
ライブ4本あったじゃん、その大阪、うん、だからその4本出ちゃうと多分エロゲショップ行けなかったのその日、うん、だから俺その日ホテル泊まって次の日の朝行こうとしてた。ああでもその俺らダイヤモンドさんと一緒だったの、うん、ダイヤモンドさんは次の日休みだったから、うん、自分たちでホテル取って泊まってたよ。ああやっぱそうでしょ。そうだからもう俺最終の新幹線とかで帰ってきてんだよライブ終わり、うん、でもダイヤモンドさんも同じそのスケジュールだけどその最終の新幹線で帰るのだるいみたいな感じ。まあでも、まあ、あの人たちお金あるから、ね、うん、まあ俺はいやでも野沢さんは、うん、ホテルとか泊まらないもうなんか満喫とか泊まろうかなみたいな。だってちょっとお金出せばさ満喫のちょっといいなんかソファーみたいなのがあるから。まあ確かにね。まあだからまあみんなそういう考えじゃん。だからまあ俺もねエロゲショップ行こうかなと思ってたから、うん、まあ泊まろうとしてたけど結局ね行けずですよ。休みの間何してたの。何休みの間何お前だ、ね、寝込んでただけだっつうの。まあその大阪ね。まあだからその正直まあカラタチをまあ見に来るっていう目的の方 もう当然いらっしゃって、うん、いましたよ。でまあ中にはねあのラジオでは正直喋ってないんだけど、うん、なんか大山ガチ恋があるですみたいに言ってくれてる方がいらっしゃって、まあ、別にそれは普通にありがとうございますっていうやり取りしてるだけの関係だから別にそのラジオでも喋る感じでもなかったんですけど、まあ、その方からねあの急に DM 来てね、うん、なんか大山さんすいませんみたいな感じで、うん、ちょっと言っとかないと、うん、ちょっと後々なんかあの変な感じになるのも嫌なんで言いますけど、うん、つってなんかあなたがさ、うん、大阪で3公演休みになったじゃないですか、うん、4公演中の、うん、でその間時間あったからなんか多分どっかで見繰り、そうそう大阪城ホールってね、そうそうとかでやっ、あ大阪城公演かとかで、あの多分そのやってますみたいな多分ツイートしてたじゃない、うん、だそれ見てか分かんないんだけど、うん、まあ、その方がねなんか大山さんよりも先に前田さんに会っちゃいましたっつって2人のツーショットの写真を送ってきて、なんか俺休んでる間に寝取られみたいな気分味わってさ、大山さん私は大山さん一筋なんで誤解はしてほしくないんですけど前田さんと撮っちゃいましたみたいな言われて、俺めっちゃショックだったもん。なんかあお前ショックだっただろ、うん、俺もさその後でエゴさしたらさその人のアカウント見つけて、うん、お前のことばっかりつぶやいてんの。お前のなんかグッズとかバーって集めて、俺はさその時普通になんか俺のこと好きなのかなと思ってツーショット写真撮ったからさ、えいや大山のことの方が好きなんだと思って俺も俺でショックだったの。なんで2人して傷つかなきゃいけねえんだよお前。あの人今カラタチ2人に嫌われてる可能性がある。いやなんで、いや別に俺は嫌いじゃなくてショックだったっていう話。別に俺は嫌いじゃないですよ。あの人はカラタチ2人にショックを与えたんだよ。いやただ俺はやっぱお前に聞きたいのが、うん、でその方そのツーショットの写真送ってきたんだけど、うん、あのやっぱ自分の顔にはスタンプ入れてて顔は分かんなかった。あなたの写真、うん、あなたの顔しか写ってなかった、うん、でもあなた実際会ってるから、うん、そどういった方だったのかなっていうのはちょっと聞きたい、うん、行こうとしてんじゃん。違う DM 送ろうとしてんじゃん。違う行こうとはしてないですよ。ただね、顔あなただってその方ってあなた分かってるわけじゃん。多分この人だなって今俺が喋ったタイミングでアカウントを分かるっていうから、誰に似てるとか、あなんか誰って言われて、なんか似てる芸能人って言われるとパッと思い浮かばないけど、なんか色白の小柄な方だったけどね。雰囲気とかは図書館にいそうなひまわり畑にいそうな感じ。いやそのどこら辺にいそうというか、なんか西麻布のビップルームにいそうな感じだった。めちゃくちゃやりまんじゃねえかよ。ふざけんなよお前、遊んでそうな子ってこと、いや嘘嘘、いや嘘かよ。だからそのなんかいや、まあ、似てるとかじゃないにしろその明るい子とかさ、その暗そうな子とか、なんかそのジャンルはなんかイメージだと、うん、なんかあの別に命に別状はない軽い病気だけど3ヶ月ぐらい病院に入院してる子みたいな。めちゃくちゃ病弱そうじゃねえかよ。なんか本当色白でなんか痩せてて小柄で、はい、なんか健康的っていうよりかは本当インドア派のおとなしい子って感じ。あまあまあまあその健康がどう、お前がよく言ってるひまわり畑は似合わなさそうだったけど。あそう、うん、なんか点滴とかなんか持ってそう。いやいや歩いてる時でもそういう子ってさ、やっぱりそういうひまわり畑とか行きたいってやっぱ言い出すヒロイン多いけどね。やっぱりそういう多分行けないと思うよ病気で。違う、なんで病気の前提でお前喋ってんだよ。あの日病気だったら俺なんだよ。あの人は健康で、あの名古屋から来ていただいてたんで、だからいやそれこそあれですよ、なんかあなたが言ってたあのラニーノーズ現象が起きたみたいな。あの人かな、忘れた、誰かいたんだよな帰りの新幹線で泣いてた子が。だから多分その子の可能性ある。
でしかもラニーノーズが代演してくれたっつってね、うん、ラニーノーズにはほとんど会わないけど、俺もほぼ会わなかった、挨拶だけして。そうね、だからラニーノーズにも後で多分さ俺言わないとね、うん、一回さ前さそのラニーノーズ のファンの件ちょっといじったじゃん。ああそうね、あれが伝わってる可能性あるんだよな。でもあれメンバーシップでしか触れてないから多分大丈夫かな。大丈夫、まあ、ここ今ここで流れなかったら大丈夫。いやなんか俺ね前ラニーノーズに会った時にめちゃくちゃ丁寧に挨拶されたのよ、うん、ラニーノーズと申しますよろしくお願いしますみたいな、うん、この間会った時さなんかちょっと冷たかったんだよだからこいつなんか俺らのファンのこといじってたやつらじゃねえかみたいなこと伝わってる可能性あるな。いやでもラニーノーズも見る感じだと、うん、あのファンのことは苦手だってブロックしてたって書いてた。やっぱり行き過ぎたファンはやっぱブロックされんだよ。だからあのエゴサとかしてなんか俺たちのことなんか言ってるやつらって思ってる可能性あるんだよね。ああなるほどね。そうそうそう、だから何言ったかまでは分からんけどなんか俺たちのことネタにしてたやつらみたいに。まあまあまあでもあの時期はみんなネタにしてたんじゃない、うん、やっぱ瞬間でも瞬間でお前一人の代演がラニーノーズってもう豪華だよな。豪華すぎるよな。まあ俺一人とかカラタチの代演だからね、うん、別に。まあでも俺はいるからさ。いや、いるけどだってお前出てねえじゃん出てたら俺だけの代演だよ、うん、お前も出てねえんだからカラタチの代演ですよ。だから別にお前が漫談すればラニーノーズは休めてたんだよ。だからまあ申し訳なかったね。多分お休みの時にまあ急遽来てもらった感じだったから。あれねえよ、ほんとサンシャインのぶきを呼ぼうとしてたんだから森の宮の支配人を。意味わかんなすぎんだよ。15時まで渋谷でライブあるのにさ、うん、最後のそのペッペアだけはそのギリギリ3時間2時間半あれば大阪来れるんでのぶきおさん呼びませんかみたいな感じになって。いやだからそれもマジで意味わかんなかったからね、うん、そのなんかねのノリで結構盛り上がったんでしょ。そうそう、なんかあののぶきを呼ぼうぜみたいな。そうそうそう、うん、まあ、なんか確かに信雄来たらおもろいからな。15時まで無限大ドーム1でライブで、うん、15時7分の渋谷の電車に乗って、うん、それから東京駅から2時間半で大阪、うん、あ間に合うじゃないですかみたいな。だから そのそわそわ感も面白いしな。そのあいつ間に合うのかみたいなね。でその支配人が森さんってあの前無限大とかこの間まで大宮の劇場の支配人やってた方で、うん、でその方がその信雄に直接電話して来れるみたいな感じに。そしたらもう信雄もめちゃめちゃノリノリで行きたいみたいな、うん、ああでもみんなで盛り上がってたあのからしれんこの伊織くんとか、うんうん、ダイヤモンドさんとかそう、ね、めちゃくちゃ盛り上がってのぶきを来たらめっちゃおもろいなみたいな。いやおもろいよそれ。そしたら川瀬名人が入ってきて悪乗りしすぎやろみたいなその一言でズシーンってなってもうね鶴の一声ってこういうことよね。 そう、うん、その支配人が僕がどうかしてましたって始めて冷静になっちゃってのぶきおさんに断りの電話入れますみたいな。いやまあまあ悲しいけどね。信雄から LINE が来てクソ行きたかったみたいな。あ で, 結局でもその俺らが一番心配してたのは大阪のお客さんがその誰も信雄のこと知らないんじゃないかみたいな。まあまあだってね大阪のお客さんが多いはずだから、ね、だから俺の横で信雄がひたすら一発ギャグをやるみたいな。なるほど、だからそういうちょっとユニット漫才みたいな。そうそう、俺がひたすらその今日のその見ぐりのエピソードトークみたいなのして、うん、その横で信雄がずっと一発ギャグやるみたいなのやろうみたいな感じで盛り上がって、まあ、まあ正直東京だったら死ぬほど盛り上がると思う、うんうん、で、まあ、結局その信雄出なくなって、うん、まあ、ペッペア始まるじゃん、うん、で終わった後にそのまあトークのゾーンになって、うん、MC のダイヤモンドの小野さんが、うん、ちなみにあのサンシェの信雄知ってる人いますかみたいなこと言ったら、うん、全員手挙げなかったんだよ。手あげなかった。手あげなかった。要するに知ってる人いなかったんだよあの森の宮の劇場に。信雄じゃあ川瀬が正解じゃん。正解だったんだよ。でみんなで危ねえって言って。そうじゃあよかったね。よかった。川瀬名人のその冷静なジャッジのおかげで、うん、そうことなき得たという、うん、信雄が傷ついただけだったよ。シンクロニシティがさ、うん、主催の吉岡の部屋っていうなんかあれ送られてきたような動画まあ、今ちょっと担当外れたのかな、まあ、一応シンクロニシティ担当してた小菅さんっていう方がいらっしゃって、まあ、その方がねいろいろなんか情報提供とかあって、まあ、ちょっとシンクロニシティとの因縁ができたりとかして、まあ、ツーマンライブとかやったりとかしてね、まあ、仕掛け人の方なんですけどその方からあの吉岡の部屋のね動画がね送られてきたんですよ。でそれがゲストが金魚番長の回で完全になんか西野は喜んでたって言ってたけどねそのターゲットがその金魚番長に変わったって。いやいやいやだからそれが無言で送られてきたんですよ小菅さんからリンクが。これもなんかあるなっつってこれもう見なきゃ見たの俺まだ見てない。もうチェックしました。で 見させていただいたら、うん、まあだからそのまだ配信があるから、うん、多分そのあんまり詳しく言えないんだけど、まあ、正直エロゲの話むっちゃ盛り上がってたのよ。ああそうだからもう正直
俺のおかげで、あのライブは一部分盛り上がってた部分あるぐらい、そのお互いそのね、まあ俺経由でエロゲーに出会って、いろいろこういうことあってみたいな話してた、めっちゃ盛り上がってた。でその盛り上がってたのは良かったんだけど、やっぱその西野と箕輪がね、やっぱちょっとエロゲーに対してまだちょっと嫌な感じのことをやっぱ言ってたりはしたの。普通の反省の色がないなっていう部分はあったんですよ。普通の反応だから。いやだから本当にその若手ネタライブオーディションでマジ西野と箕輪の組み合わせでネタやらすのも悪くないなと思いました。反省の色がないから。いやだからエロゲー愛がなさすぎるというかね。そでしかもそれで盛り上がってるわけだから、感謝をすることはあってもそんな悪く言う必要はないだろうと。本当に盛り上がってたから、その部分はっていうのがありましてね。共通の敵があるとね、盛り上がるから。誰が共通の敵で、俺がよ。ふざけんじゃねえよお前。いやだからもうね、だからまあ、まあ、一応金魚番長とは一旦の決着はついたけど、まあ、確かシンクロニシティ、いやお前が負けたんだよ金魚番長に。いや俺勝ったお前、金魚番長のあと声枯らしてんだからさ。いやいやいや、体調不良になっただけで関係ねえよ。勝負的には勝ったようなもんだから。だからまあ一応決着はついたんで、まあ問題西野ですよ。あいつはまあ反省の色がない。いやだからこの間のさ、青山学院大学の相模原キャンパスでのなんか環境祭りみたいなやつもさ、うん、ずっとなんかあいつなんか告知してるんだけどさ、毎回最後の方に場所は青山学院大学の相模原キャンパスですね。なんか強調してんだよあいつ。いやだからそうなんですよ。西野は俺たちにずっと火炎瓶投げてきてる状態は続いてたのよ。ただその取り扱うにはちょっとちっちゃい火炎瓶が多いからあんまり取り扱ってなかったんだけど、やっぱチクチクあいつは攻めてきてるから、もうねそれこそ、まあ、しかもさ、うん、俺8月11日のリアルミーグル行けなくなったって言ってたじゃん、大阪に。大阪のお仕事が入って、あいつ8月11日幕張で単独やるんだぞ、シンクロにして。ああなるほどね。だあいつがさ、どんどん近いところにいるんだよな、ゆいちゃん。いやそれたまたまだけどね。でも神保町所属のやつがなんで幕張で単独やるんだよってなるじゃん。いやなんかそれもしかもゆいちゃんがいる日にさ。いやそれはたまたまなんだけど、たまたまにしてはたまたますぎるだろあいつ。まあだからそもそも誕生日から一緒なんだぞあいつ。いやいやだからあいつすげえね。だからそういう意味では、うん、もうあなたとの因縁もだいぶあるっちゃあるんですよね本当はね。いや本当はってか、そもそも俺と西野の因縁だったんだよ。あいつがゆいちゃんの名前を間違えたことがきっかけなんだから。いやいや、その後の俺に対するエロゲネのかましすごかったからね本当に。で今はあいつはね、そのまあね、あのメンバーシップで今言いましたけども、その芸人のくだりで西野と俺がキスするってくだりがあって、 あいつが拒否してキスできずに終わったのに、いや大山さんのせいでできなかったって俺に罪をなすりつけてる部分もあったりとか、まあやっぱりその後輩としてあるまじき行動は多いわけですよ。まあね、大阪のねライブでもなんかそのムカつくやつあね、なんか行ってからなんかボールぶつけるみたいなコーナーでもね、俺の名前出してやがって。いやあれさ、俺もちょっと震えたんだけどさ、あのライブあって、でそれもう別のライブ、なんかシンクロニシティがトークライブやってるみたいな、確かドーム2であって、なんかそれの感想ツイートでなんか体中のこと言ってたみたいなの書かれてたのよ。で俺もなんやろうと思って配信買って見たんですよ。買ったのかい。いやそうそう、したらなんと西野に金渡してんじゃん。いやだからそうですよ、渡しましたけど、見たら、あのその前田に対して、だからボールぶつけるみたいな下りあったっていう話してたじゃないですか。そしたら実はその時間がなくて、そこで終わったらしいんですけど、実際時間あったら、あの吉岡さんがボール投げる相手俺のパネルだったっていう。あもう最悪の吉岡さんに嫌われたら終わりじゃん。もう吉岡さんが俺のこと嫌いっていうのが、まあ、そりゃそうだろ。エロゲネタライブの終わりの楽屋の吉岡さんの顔見たことある？いやいやいや、それ1回しかねえだろ。完全に死んでた顔が。なんでだ、吉岡さんエロゲ好きなんだよ。いや好きじゃねえだろ。好きだよお前、嬉しそうに聞きとしてパッケージ開けてたから。いやだからちょっとショックでね、吉岡さんみたいな、なんか西野に投げられてたらまだこっちもなんか言いようがあるけど、なんか吉岡さんが投げようとしてたっていうのを見て、もう俺もちょっと膝から崩れ落ちたじゃないけど、私も信じられないってなっちゃって、もうちょっともう吉岡さんが今まともに見れないよ。だって俺に投げつけようとしてたんだよ。どうすんだよお前、次のエロゲネタライブ招集できねえぞ俺。吉岡さんだけ NG みたいなことあるもん。そしたら西野ピンネタやらします。あいつに反省の色がないから、俺西野には絶対やらすから。
うん、なんかもう目的地にもうだいぶ近くなってきたみたいですね。これ現地着いて、あ、吉田さんいた。え今いや本当だ。いやなんで吉田さんの方が早いんだよ。バラたちの最果ての先生。はい、ということで、はい、ということで、タクシーに乗って、はい、駅から歩いてきた結果、現在、蒲田温泉の方に来ましたと、はい、いうことでね、もう汗だくですよ、正直。めちゃくちゃね、駅から道に迷って遠回りしてきて、うん、はい、全部千葉さんが間違えてたからそ, まあそれはもうメンバーシップ限定動画で流れてるんで、うんうん、ぜひ見ていただきたいというのがありますけども、ね、この蒲田温泉でイベントをやらせていただくんですが、はい、そこにですね、イベント前にポスターを貼らせていただくということになっておりまして、現在相方の手元にはね、これラジオなんで多分はい、分かんないと思うんですけど、ポスター、新しいポスターを手渡されて、ポッターポスター以来ね、はい、ということでちょっと一回ここで確認だけさせていただいて、まあちょっと伝わるか分かりませんよ、はい、ラジオなんでね。あー、なるほど。これでもどっかで公開されてませんでしたね。これされてた、この俺この絵見た気がするぞ。俺多分気のせいじゃない。いや気のせいじゃないけどね、まあ、ちょっとお前の体格が良くなってるけどね。いやそうね、だから、うん、まあ一応その言葉で説明すると、うん、まあ、蒲田温泉なのかな、これ、うん、の中に入ってる俺ら温泉に使ってる、うん、大山と前田が写ってるという、はい、ポスターでございます。このポスターを今から蒲田温泉の方に貼らせていただくということになっておりますので、うん、ここにねなんか看板があるけどね、営業案内みたいな感じ、はい、何度でも入浴が一日中楽しめると。なるほどね。電気風呂もあるということでね、まあ、ちょっと電気のボルトを上げる。いやいやいや、最果てリスナー以外の方も利用されるんで、うん、いたずらはしないですよ。金髪落ち武者とか入ってる時、いやだからあいつ来ねえって何回も言ってんだろお前。ということで、今中に入らせていただきまして、はい、あ、すいません、お願いします。ということで、どこに貼るんだ。はい、あ、蒲田温泉の担当の 担当の方とか社長さんでいらっしゃいますか。はい、ということで、うん、今中に入らせていただきましたけども、はい、ポスターを貼らせていただけるということなんですけども、はい、どちらの方に貼らせていただける感じに。ポスター1枚ですね。はい、このガラスとかで。いいんですか、こんなメインの場所に。こんなメインのところでいいんですか。そうですね、今説明すると本当に入り口の部分の、はい、ガラス張りのところに貼らせていただけるということで、はい、ここで最果てフェスやりますよっていう蒲田温泉に来た人たちが見れるポスター、なるほど、ここに貼らせていただけるということで、うん、だからこのイベント前に来たらもうすでにポスター貼ってあるんで見れますよってことですね。そうだね。なんで興味ある方ね、そのイベント前に道もね、うん、結構迷うので、うん、ロケハンみたいな感じで一回ここ来ていただいてもいいかもしれないですね。確かにね、うん。はい、ということで今、うん、もうこの場で貼っていただけるみたいなんで、はい、はい、あ、もう何でも全然、はい、ご飯粒とかでも大丈夫なんですか。昔すぎるだろちょっと。貼れました、はい、ということでありがとうございます。今ポスターね、はい、今ちゃんと貼っていただきましてね、はい、ここがフォトスポットみたいな感じで、フォトスポットみたいな感じでね、宴会場とかもちょろっと見えたりします。ああ当時のフェスの会場、はい、なるほど、はい、じゃあちょっともうこのままね、フェスの会場を見学させていただけるということなんで、はい、ちょっと見ていきたいなと。マジで多分1部と2部、2部と3部の間にお風呂入れるわけじゃないですか。まあ入れます。最果てリスナーがみんなお風呂に行くわけでしょ、その間。多分行く方は行きます、うん、マジで電気のボルト上げたいよな。いいって。で俺たちが見に行ったらさ、何人か浮いてるみたいな。ああ、なるほどね。ということで、今会場の方を見学させていただけるということで、はい、会場の方に来ましたけども、もう本当にね、まあ、みんながこれ絶対言うだろうけど、うん、本当純烈がやるような舞台ですよね。もう分かりやすく、マジで宴会場とか、ね、宴会場分かりやすく、うん、ここでやるんですね。なるほどなるほど。収録もするってことですよね。3部は公開収録、1部はイベントとしてやるんです。なるほどなるほど。結構ぎっちり入ったとすごいと思います。そうですね。いやここ100人入るとしたらめっちゃすごい。そうそう、いやだからリスナー同士の距離近いから、リスナー同士がトラブル起こさないか心配ですけどね。いやもう節度を持って行動お願いしますね。いやということで、もう本当にね宴会という感じでやらせていただくんですけども、はい、うん、分かんないですけど、ここで
なんですか、もう何やるかの詳細発表とかって本日はあるんですか。まあ、やってもいいんですけど、はい、詳細までは決まってないんですけど、はい、まあ、とりあえず3部制全部今とりあえず完売してますよっていうのはお伝えしていた通りで、はい、まあ、一部はメンバーシップ限定限定イベントで、一応今予定してるのは、はい、ガチ恋の空騒ぎ。ガチ恋スカラさん、やばいって。いやこれ、ね、これ本編で流れるか分かんないけど、これやばいよ本当に。とんでもないことになるわこれ。小麦当たってんのかな一部。いや小麦2と3だった気するけど分かんないね。で第2部が、はい、ゲストが来ます。ゲスト、はい、まあ、発表、ここで発表してもいいと思うんですけど、はい、はい、カナメストーンが、あ、想定外だったな。そうだね、いやまさかそこでカナメさんっていうね、N93 で唯一、はい、何も積年の思いとかを発言させてもらえてない。いやいやいや、まあ、確かに最終回も結構明るい感じで終わってたからね。あ、まあまあまあ、だってもう一つラジオやってるからさ。そうそう、だからそうそう、だから全然大丈夫だって言ってたもんね。そう、田辺さんはノーダメみたいなね、うん、俺たちにはもう一つあるからみたいな。いやいや、ただ、まあ、N93 に対する思いはあるということで、うん、多分ここでね N93 に対するご意見が聞けるっていうことでね、まあ、他のラジオとか復活したりとかしてるじゃないですか。確かにね、全くそういう話を聞かずに、うん、確かに一番こう冷遇されてる、うん、なるほど、はい、文句をぶちまけて最後にお風呂入ってもらおうかな。なるほど、ということで、うん、まあゲストはカナメストーンさんで決定ということでございまして、これが2部。2部、なるほどなるほど。3部は完全にいつもの収録形式で、はい、公開収録。公開収録、これは一般のお客さん 100% なんで、はい、ほうほうほう、要は3部はもう完全に誰が来るか分かんないから。いやいや、もうでもこれ言わしてもらうけど、うん、最果てリスナーがいないから本当に。しかもメンバーシップ多分9割方入ってますよ。いや多分入ってないとわざわざここまで来ないからね。そう、来ないし、そのメンバーシップ入ってるやつらが血まなこになってチケット探してたんだよ。一般の人が買えるような感じじゃなかった正直。だからまあ聞きたいよね、その3部でメンバーシップ入ってないけど来た方って、あげないと思うわ多分。いやだからこれはもう気になりますね、うん、いやなるほど。かなめさんは入ってないよな、メンバーシップは入ってない、入ってないよな。で一応気になるけど、勝利は勝利は、はい、スケジュール開けてるって言ってましたあいつ。まあ、じゃあないです。嘘でしょ。勝利いないの。まあファンミーティングみたいな形なので、はい、今回はそのいろんないっぱいゲストよりちょっとお金持ってる。あ、なるほど、はい、ファンゲストってなった時にちょっと要は体質との共演も多いというところの、はい、総合的な判断で。そうやん。いやもうあれ出るフリーの雰囲気満々だったよ。満々だったよ、はい、あれ嘘だろ。多分何個か仕事断ってる可能性ある。可能性あるよ。7月29日ノーは、だってなんか勝利氏バイトさせるみたいな話も出てたじゃないですか、なんかチケットのもぎりみたいな。まあまあ確かに案としてありましたよね。もうそれはわらちもちでこと足りるってことですか。わらちもち来るんですか。まあ単純にいないんだ。もういない、もう全部いねえじゃんこれ。なんかラジオで結構ね喋ったりとかして、ああじゃあこういう可能性ある、ああいう可能性あるっていろいろ模索してきた中で、うん、ほぼ何もない状態っていう。俺たちここでめっちゃ文句言われる可能性あるじゃねえか。 あんだけさラジオでも本編とかで流してたわけじゃないですか。どうする、カナメストーンなんかいらねえみたいな感じで報道来たらさ。いやだし、しかもこのチケットね、ライブ完売してるじゃないですか。カナメストーンさんのファン来れないわけですよ。あ、まあそうだね。カナメストーンさんのファンからのバッシングありますよ。行きたいのに来れねえっつって。もったいねえな、カナメさん結構集客力あるんだ。そう。いやだからね、ありがたいんだけど完売してるからね、そのカナメさんの集客力は別に今回はいらなかったというか。あ、ね、本来だったらめちゃくちゃ人気あるから、カナメさんのファンだけで多分めっちゃ来ると思う。そうだね。いや今から枠増やせないですかこれ。そう、かなめさん枠見たら、かなめさんのファンが来れる枠でプラスで2部だけちょっと ね、うん、何十人か追加していただいた方が、ね、俺たちが刺される可能性あるからね、うん、小麦とかね外してもいいしね。なんで一人外したところで誰が入ってくんだよお前。いやちょっと俺ここ来てすごいショックだわ。カツソシねってマジかよ。俺なんて言えばいいんだよカツソシに。よ、石亀も来ねえしな。いやあいつ別にゲストじゃねえから客として来る来ないですから。いや勝利がもうどうしても来たかった場合は、はい、勝利から吉田さんに直談判。いやいやいや、さすがに勝利も大人だからできないって。それは、それぐらいね情熱があるならば、うん、まあ、そういうやつがひょっとしたらあるかもしれないです。いやでもこれが本編で仮に流れたら、うん、
あのさすがに勝利も振りだと思ってするじゃん。いやするよ、吉田さん行かせてくださいと。勝利はすぐ頭下げると思うよ。そうそれで吉田さん借金あるんだから。そうそれで吉田さんが使わなかったら一番やばいってこのラジオがやばいってなるから。だからもうここの音源が使われて勝利がじゃあアタックした場合は絶対呼んでください。その ゲストというか、まあ何らかの形でいいんで呼んでください。もうそれで、ね、それかもうここのくだり一切使わないから。それかあそこテレビあるからさ、なんかズームとかつなげないかな、勝利と。あなたが過去にそのゆいちゃんと仕事した時にやられた手法というか、あの同じ現場にいるんだけど、あのここにはいないでリモートで出演するっていうやつね。何の仕事なんだよそれ。まあでも確かにリスナー喜ぶよね、勝利が中入ってたらもう男性リスナーをめがけていくから勝利に会えじゃないけど。あ、いいじゃないですか。いいね、なんかその温泉にいる猿みたいなことでしょ。そういやこれいきましょう。じゃあもうあの勝利兄さん、あの吉田さんに DM 送ってください。あの確実にこれ出れます。そうした場合はもう確実に出れるんで、まずは勝利が一歩踏み出す勇気さえあれば4月21日行けますんで、ね、マジで DM 送ってください。俺も楽しみにします。勝利氏一回ぐらい女風呂覗いてほしい。そのなんか分かんないけど捕まってるのなんか登ろうとしてるところとか。いや撮りたいような写真。いやダメです、それはあの捕まっちゃうんでね、うん、ということでね、まあ 一応このラジオどこまで使われるか分かりませんけども、うん、以上が詳細と詳細いうことになってますんでね、うん、今のところ勝利氏もわらちもちも来ないと。わらちもちは多分客として来ます。だお手伝いがない。ただ勝利氏の場合は復活のチャンスあり、吉田さんに DM を送れというミッションが追加されたということで、ぜひ DM 送ってください。これさ、名前とか言ったらさ反応してくれるのかな。例えばわらちもちとかで手挙げたりするのかな。さすがにしないか。あ、そのイベント会場で。そうそうそう。いやするんじゃないですか、わらちもちとかは。一部はさせます。ああさせるんだ。だってそのガチ恋のやつでそれで手挙げなかったらもう何もならないじゃん。まあ、させるというか、まあ、任意にはなりますけど、はい、まあ事前にメールかなんかもらっといて、はい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 、これだあれと言ってあげるかあげないか。なるほどなるほど。だから、まあ、小麦に一気に緊張感が走ってずっと気にしてんだから。俺が平愛梨って言ってしまったがために似てません似てませんってずっと気にしてんだから。いやどうだろうね、最果てリスナーってさ SNS ではめっちゃ大暴れするけどさ、実際ここでさ手挙げたら顔バレするわけじゃないですか。果たして最果てリスナーにその勇気があるのかということですね。一応そのもし顔バレを避けたい人は、はい、石仮面サングラスを上げる。あ、いやいやいや待ってくれよ、そこまでして参加するやついるのかい。石仮面来ねえのに。そう。いやまあでもね気になりますね。だからそのイベントにもちろん参加できてる方限定なんで、参加できてない方でもガチ恋の方もちろんいらっしゃるとは思うんですが、果たして何人のガチ恋がこの一部にたどり着けてるのかという、ね、もちろん男の人もですからね。え、ああ。いやちょ待ってくれ、これやばいって本当に。いや SNS いるのよ男の方で、そういう目で見てらっしゃる方。あんまり今までも時代だから触れられてないけど、男性であげたらお前どうするこれ。俺は行くよ。なんでなんでだよ。お前おしめゆいちゃんだろお前。ゆいちゃんも許してはくれるんじゃないかな男だったら。まあ男性だったらね。まあっていうのがある、はい、そんな怖いイベントやんの。俺嫌なんだけど。欠席する可能性もあるんですよ。もう一人俺にもガチ恋があるがいるからさ。いやもう一人、え、どういうこと。小麦以外。あの性欲処理班になりたいって言ってる。ああ、いや手挙げねえと思うよその人。だって手挙げたら確実にあなたいじるじゃん。その、まあね、そういう話するじゃん。それ一致しちゃうわけよ顔と名前が。今日もね、あの通帳 の預金額が送られてきてやばい、今これだけありますと、はい、でこの半分は投資に使いますと、はい、で残りの半分は前田さんに貢ぎますみたいな。やばいやばいやばい。で俺谷町みたいな感じに。だからそういう人たちがいっぱいいらっしゃるイベントなんで、あんまり刺激すると俺たちに来るぞやばいのが。だその方からこの間 AirPods が送られてきて。いや高い。いやもうスタッフも悲鳴上げちゃってんじゃねえかよ。スタッフもよ引くんだよお前のそのファンよ。いやだから俺マジで怖い本当に。そのコメディのやつ来ないと、ガチすぎたらイベントがイベントじゃなくなるんだよ。笑えねえんだっつうのよ。だから本当に楽しい感じでイベントは終わりましょうというのだけはね、本当にこれだけは言っときたい。まあ以上が最果ての本編ということで、はい、もうこのままもうエンディングも込みでよろしいですか。一つお伝えします、はい、グッズ販売も。あ、そうだ。あということで最果てのイベントでグッズ販売も決定いたしましたということで、正直何も知らされておりません。そして素材提供もしておりません。
何のグッズが出るんですかと。あのあなたには言ってないですけど、私は素材提供しました。嘘やん俺のグッズ出ないじゃん。じゃあお前が休んでる間に俺はちゃんと素材提供しました。あ、なるほどね。当日までのお楽しみということで。発表ないの？はい、はい、ステッカーと T シャツ、はいはい、なるほど。ということで、じゃあまあそのデザインとかもちろん当日のお楽しみということになってますが、コンドームとかはないの？じゃどういうことで、あの選手村とかあるじゃん、オリンピックの配られるみたいなお前それどうやって持ち帰るんだよそれを。よお前、いやここで使うだろそういうやつは。あ、まあね、ちょっと憧れてたんだ。いやあれ本当なの？なんか選手同士でそういうのあるみたいな、ね、あ、全然あると思うよ。 あるの？まあなんかオリンピック選手性欲強いっていうからね。だから基本、でも基本的にみんな持ち帰るらしいけどね、その記念品として。だから実際にやってるかどうか、まあ、やってる方もいらっしゃると思うけど、うん、やってない方もいらっしゃるってことよね。そうそうそう。いや聞きたいね、その選手村の方にね。確かにね、まあ、どこ広げてんだよこれ自分で喋っといてなんだけどさということで、ステッカーと T シャツの販売が決定して、デザインは当日のお楽しみに、はい、ということになってますが、値段とかはもう言える感じですか？ここでは後日 X で、後日 X で発表ということで。推薦用意したくないので。なるほど、じゃあ切りのいい数字にするということで、はいはい、ということで最果てリスナーにお願いですけども。石仮面来なくてよかったな。あいつ多分500円玉何枚とか持ってくるし500円玉だからまあ本当にコミケのシステムと一緒で、コミケもお釣りが出ないように500円玉とか100円玉とか1000円札とか大量にお宅が用意してくるんですよ。電子マネーはいやないだろ現金決済のみに決まってんだろこういうイベントはよお前よ。いやなんでだからあのちょっとそう配慮していただいて、うん、まあ、100円まあ切りのいい数字なんで500円単位で大丈夫かもしれないが、100円玉も用意しておいてもらった方がいいかな。1000円単位ということで、じゃあ1000円札をちょっと多めに用意して来ていただければありがたいですということで、よろしくお願いしますということで、まあ現地でね、今撮ってますけどもね、まあ雰囲気だけは伝わればいいのかなという感じで、なんかわからんか俺らステージに上がってずっと喋ってるけどね。まあそれはそうでしょ、せっかく来たんだから。だから多分いつものねブースで撮ってるのと違って声の反響の仕方とかも違うんでね、多分外で撮ってるんじゃないかっていう雰囲気はね伝わった。だからブース、タクシーないここって多分音声が全部違うんだよね。そうね、だからそう、千葉さんにうまい具合に編集していただかないと、その音声の大小とかうまく調節しないとリスナー側がいけなくなっちゃうんで、そこは千葉さんにお願いするということで、よろしくお願いします、はい、ということで、本日の収録終わりましょう、はい、からたちの最果ての先生、からたち大山と前田がお送りしました。はい、それではまた来週、推しに届け。いや急にシンプルだなお前なんか言ってくれよお前、いつも言うじゃねえかよお前。何も用意してなかった。あ、ということで終わりです。はい、 TBS ポッドキャスト、チャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いします。だいぶ硬いねはい、よろしくお願いします、ね、お願いします、はい。